Each painful but delightful to live through. You came into my life just like a knife. まあ、元々僕の好きなんで、そのどうやったら純粋にボクシングを追求というか、そういう感じで趣味みたいな感じで研究みたいな、っていうもうなんか別に先じゃなくて今自分がやりたいなくてやりたい方をやろうかなって。そしたらまあ気づいたら決まってたとかの方が気が楽じゃないですか。 あんまりこうやるんだなって。基本が5000なかったんで、それがついたっていうだけで。まあ、あと多分その試合最近まではもうそれを重点的にやってたんですよ、アメリカで教えてもらった。 でも、やっぱりそれだけでは、やっぱり試合に持っていくには、ちょっと足りないわけじゃないけど、で、まあ、ちょっとアレンジしながら、また、それ以外のものを入れてきてます。ちょっと今、膝のフル傷が痛んでる。はい。年のせいとは言いません。 気のせいです。気のせいのコンディションで7割ぐらい。そうですね。まあ、気持ちと裏腹に体は出来上がってきてるんです。<笑>今のところないですね。<笑>だから体重もやっぱ52 キロ台なんで、次やるとしたらスーパーバンタム55なんで、やっぱそう考えると今の体ではちょっと難しいのかなって。もう本当に何かどうしてもやりたい理由があって体作り始めればまた別の話ですけど、今のところなんかそれに見合うものがないので今は狙ってないです。アトムもなしと。 まあ、スーパーファントムと考えてないですね。<笑>自分も倒したいので、せっかくなので、これだけね、もう言っていただいたように、パンチも距離感もなんとなくつかめてきてるんで、まあ、それを発揮したいんで、それを見てほしい。